はい、じゅんちゃん、お名前を。どうも、じゅんと言います。はい、じゅんちゃんです、よろしく。じゃあじゅんちゃんね、まず最初に、皆さんにご挨拶しないと。ご挨拶？そう、ご挨拶ってなーに？ご挨拶知らないの？おいしいの？挨拶って食べ物じゃないよね。違う。違うよ。挨拶は、こんにちはとか、ごきげんようとかでしょ？はーい、はい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 。あー、いた。めんどくせ。ダメだよ、そんなこと言っちゃ。お客さんに失礼でしょ？はぁ、いいよ、挨拶抜きで。せっかく久留米にね、来たんだから、皆さんにきちんとご挨拶をしましょう。仕方ねえな、じゃあやるか。偉そうなんだよ。やってください。はーい。なんて言うんだっけ。今教えてあげたばっかりでしょ。忘れた。忘れた、じゃあね、私オデット姫が挨拶の仕方を教えてあげるから、私の言う通りに言えば、絶対に間違いないよね。おー、オデットさん、あったまいい。あったまいい。オデットさん、賢い。賢い。オデットさん、化粧がかいい。化粧がかわいい。あ、すみません。じゃあちゃんと私の真似するんだよ。はい、皆さんこんにちは。皆さんさようなら。ちょっとあのねいい加減にして、いい加減にして。この世で一番美しいのはオデット姫です。この世で一番美しくないのはオデット姫です。頭にどうしたか、どうしたか、何言ってんの、何言ってんの。入ってみよう。全然苦しくない。お前だからちゃんとやってちょうだい。分かった。次に繋がらないから。分かったよ。じゃあ挨拶するぞ。だから偉そうだ。ごめんね、それで。はい、どうぞ。こんにちは。こんちくしょう。すいませんね。ごめんなさい、ね、失礼になってます。こんにちは。こんちくしょう。こんにちは。こんちくしょう。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。こんにちは。こんにちは。やっとできた。そういうのなんていうか知ってる？知らない。天の尺って言うんですよ。クジャク。じゃないよ、もう。でもね、僕が挨拶したのにね、誰も返事しないよ。ね、みんなね、純ちゃんにあっけに取られてんの。はぁ、そんなことないよ。僕にあっけに取られてんじゃなくて、あなたにあっけに取られてんですよ。そんなことないよ、あなたよ、あなたに。いえ、覚えてくれ。そしたらちゃんとお返事してくれるよ。あった。くるみの皆さん、こんにちは。こんにちは。生きてた。人形かと思ったよ。あんたに言われたくないわ。あ、そう。じゃあご挨拶ができたところで、まず最初に、純ちゃん、せっかくこの久留米玉軽大道芸にね、出演させてもらったんだから、みんながうんと驚くような、特技を披露してもらいたいと思います。いいよ。本当？何ができる？女の人のお尻を追いかけない。大丈夫？今日はお子様もいるから。あ、そうなの。ちゃんとやってください。どんな趣味があるかな。特技。じゃあね、特
してるよ。近いですよ。はいはいはい。とっておきのやつ何？催眠術。え？催眠術？うん。催眠術ってみんな知る？おまじないをかけて眠らせちゃうやつ。そう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 。そんなことできるの？できるよ。ほお。お客さんをかけちゃおうかな。本当に？うん。誰にしようかな。決めた。誰？またそんな大きなこと言って大丈夫？大丈夫だよ。あのね、7歳の男の子の言うことなんで、この特技が成功するかしないかは皆さん次第ですからね。ね、分かってる？